鳥取県と島根県というのはですね、あの日本の山陰地方というところで日本海側に面した、非常にあの今の時期は寒くて雪も降るようなそういうところにあります。いろいろ日本らしい場所がたくさん残っているところなので、例えばもう後ろありますけど、鳥取砂丘とかですね、鹿児島県で鳥取砂丘とか、非常に幅広にいろんな楽しめる写真映えがするところが、フォトスポットがあると思います。ぜひ綺麗な写真を撮っていただきたいので、今日も私どもと一緒に来ていただいてますけど、堀川のね、松江城堀川の遊覧船、遊覧船だったんですね。それからあとこういうお花がよく見える庭園だったり、それからあとはそうですね、こういう街並みとかですね、非常に日本らしい文化が残っているところでありますので、まあ、どこで写真撮っていただいても非常に写真映えが誰でも綺麗に撮れる。とにかく鳥取島ではですね、食は本当に豊かですね。やっぱり山があって海が近くて非常に自然環境に恵まれたところなので、例えばこの時期だとカニ、サイのカニが食べるし、それからいわゆる牛肉とか鶏だとかそういったものも豊かだし、それからあともう少しすると季節も良くなってくると果物も非常に美味しいものがたくさんありますから、まあ、お米ももちろん美味しいですし、まあ、いつの時期に来てもグルメについては本当にお勧めできる場所だと思います。やっぱり山陰は非常にこう自然の中で本当にご自分で動き回っていただいて楽しんでいただける、そんな場所なんですね。まあ、鳥取砂丘なんかはそうですけど、やっぱり運動靴とかですね、パンプスとか大いにが普段履き慣れた靴でお越しいただいて、まあ行きつけはこうなんですけど、やっぱり動きやすいように活動できるような靴をやっぱり履き物で来ていただくことをお勧めします。